ジムヘンソンのマペッツのロゴ。このフランチャイズは1955年から2004年までジムヘンソンカンパニーが所有していた。マペットショーのロゴマペットキャラクターはジムヘンソンによって作られた人形マペットのマスコットキャラクターのことである。このページではジムヘンソンプロダクションによるマペット作品のキャラクターや彼らについての豆知識、登場する単語を一般的に呼ばれる。 マペットキャラクターと題し、執筆する。また、これらのマペットキャラクターは、2004年に、ウォルト・ディズニー・カンパニーが、ジム・ヘンソン・カンパニーを買収し、現在は、ディズニー・パークス・エクスペリエンス・プロダクツ参加のザ・マペッツ、スタジオが所有している。ストレートな主役を持つカエル、マペッツのリーダー。ジム・ヘンソンに作られ、1955年に、サム・アンド・フレンズで紹介され、 セサミストリートに定期出演を果たす。マペットショーでは司会者を務めたこともあり、劇場の管理もしている。それ以来、マペッツブランドの番組に多く関わっている。ジム・ヘンソンは、1955年のデビューから1990年に亡くなるまでカーミットのパペティアだった。1990年にはスティーブ・ホイットマヤが引き継ぎ、2016年まで演じた。 2017年以降、マット・ボーゲルがカーミットを演じている。歌姫のような歌声を持つ大スターの豚、2015年まではカーミットと恋の関係があった。1976年の作品、マペット・ショーで初めて登場したクマのフォージー。オズは2000年に引退するまで演じており、以降はエリック・ジェイコブソンが演じている。ホジーの作者はマイケル・ケフリス。 スタントパフォーマーが大好きなゴンゾ、鳥に見えるが種類は不明。デビュー以来、ゲレッツが演じている。ピュリナドッグチャウのテレビ CM で初めて登場した犬。彼を作ったのはジムヘンソン。彼はマペットショーでピアニストとして参加。マペットショーシーズン1でデビュー。マペットシアターでは舞台監督と従業員をしている。スクーターを作ったのはマイケル・ケ・フリス。ティース。 メーヘムと組んでいるバンドのドラマー。デビュー作品はザマペットショー、セックスバイオレンス。ペペザ・キングプレーンはラテン系のエビ、マペット放送局でゾウのシーマーと共演したことがある。初めての映画出演は今ンゾ宇宙に帰るだった。ずりーことをするネズミだが優しいところもある。ザマペッツで初めて登場した男の子、マペットのファン。これは ロック系のバンドの名前。リーダーのドクター・ティースはキーボード奏者、フロイド・ペッパーはベース、ジャニスはリードギター、ズーとはサックス奏者、アニマルはドラマー。優秀な科学者だがぼんやりしていて失敗もある。文戦はマペットショーシーズン1にデビュー、シーズン2からは助手のビーカーが加わった。文戦の助手、文戦の発明品で実験に使われることがある。 ビーカーは、マペットショーシーズン2にデビュー。マペットショーのパイロット版、ザ・マペットショー、セックスバイオレンスにデビューしたわし、レギュラーでも登場している。丸い顔をしたのがスタドラー、細い顔をしたのがウォルドーフ。マペットショーのバルコニーからジョークを交わしている、おじいさんたち。スウェーデン語で会話する、男性シェフ。カミラザ・チキンは、メスの鳥。マペットショーの頃から、 ゴンゾとの恋愛関係がある。とても大きなヒグマ。マペット放送局では警備員として登場。デッドリー、おじさんは青いドラゴンみたいなモンスター。ザ・マペッツではテックスリッチマンの子分。ありがとうございます。